どうも、よっさんです。高級ホテルに泊まろう。早速行きたいと思います。はい、マリオットホテルの中でも最高級ブランドの JW マリオットに泊まりたいと思います。マレーシアのホテルは5つ星ホテルが日本の3分の1、日によっては4分の1以上とかで泊まれるので超絶おすすめです。ジムはいつでも使いたい放題。ご飯は外で食べてもいいし、中で食べるのもあり。部屋でゆっくり休んだ翌日は朝食バイキング。まずは一通りどんな感じがあるのかチェックしないと。南国っぽいフルーツもいい感じ。皿にどう盛り付けるか考えながら見ていかないと。パンは焼きたてが目の前に並んでいる。うまそうなフレッシュジュース。マレーシア料理のナシレマなんかも置いてある。うまそうなシューマイ。軽く朝食を済ませれる野菜やヨーグルトやシリアルなんかもある。それにしても種類が豊富だ。出来たてが目の前で食べられる料理は絶対注文しなくては。さあ、もりもり食べていこう。ナシレマはマレーシアの朝食では欠かせないらしい。出来たて熱々のオムレツはうまい。このロティチャナイというインド風クレープも朝食の定番みたい。かなりもっちもち。やっぱり焼きたてのパンは格別にうまい。バラエティ豊かなメニューなんで全く飽きない。ご飯を食べたらもちろんデザート。うまそうなマンゴーヨーグルト。そして南国のフルーツ。ドラえもんフルーツ。甘く。バクバクいけちゃう。最後はスイカで締めよう。ご飯を食べた後はなんだか泳ぎたくなってきちゃいました。もちろん泳ぎまくってもいいし、のんびりするのもあり。チャンネル登録よろしくお願いします。